そう、今一瞬あ、これ通知いかへんのんちゃん。はい、え、ツイッターできてた今。そう、一瞬インスタライブでやろうとしたんですけど、ちょっとやっぱりショールームに変えたっていう。え、これ通知いかへんけ。なんか30分以上経ってなかった。 いける？あ、いけた？え、そう、ちょっとめっちゃ急遽なんですけど、まあ、公演前なんですけど、ね、皆さんご存知であろう、あのマネージャーさんの、え、マネージャーじゃない、あ、あのポケカの時のマネージャーさんじゃなくて、あのちかぽよさんのね、ぽよさんのがなんとポケカを買ったんです。ポケカのオリパっていうね、まあ、レアカードだけ入って、まあ、お楽しみ袋的なやつを買って、え、これですよね、なんと6万、ちょっとあんま大声で言えないんですけど、6万のオリパをね、ぽよさんが買ったんです。で、なぜか私が開けさせていただくことになりました。でもぽよさんいなくて、いつものねマネージャーさんもいらっしゃるんですけど、なんか開けていいよみたいな。ぽよさんはいつものマネージャーさんに誘われて買ったんですよね。そう、誘われてぽよさんはそれにまんまと乗って6万円のの、オリパを買ったんですって。で、私がちょっと代わりに責任を持って開封させていただきます。で、え、これね、もう一口6万円なんですけど。うわっ、あ、PSA 純のやつか。全部が、そう、これ、ほんまに超高額、まあ、YouTuber さんとかがよくやってるようなことを私は今、ショールームでしてるんですけど。ぽよさんは多分ね稼いではりますわ。それでこれ PSA10 っていう、なんかアメリカですよね、アメリカのなんかカード鑑定みたいなのがあって、それで PSA10 になると普段の価格よりも2倍ぐらいになるらしいんです。それだけが入った、まあ、お楽しみ袋でぽよさんが買ったんですけど、わ、それこそあのブラッキーのやつとか、マリー、ミモザの SR、 あ、カトリアとか、何でしたっけ、そのお、マリ観光客とかいろいろ入ってて、サポート、あ、サポートではないんか、まあ、ポケモン、まあでも外れが入ってるわけではない、まあでも元はね取れないやつもあるんですけど、まあ、一番当たりはブラッキーですかね。ブラッキーのスペシャルアート、いや、もうこうケースに入ってます、なんか買ったい硬質ケースっていうかな。ちょ、皆さんほんまにこれもしかしたら世界的な歴史的瞬間を、これ待って、これもう出したらもうそういう感じ、やばい、みんなちょっと、でもこれは正直私が自分で買ったものではないです。はい、ぽよさんが買ったので私が代わりに開けさせていただくという、もしかしたらちょっと微妙な感じになるかもしれへんし、もう前のミモザの時再来みたいになるかもしれないんですけど、え、ちょっと待って、こんな、え、どうしよう、だって100万ですよ皆さん。え、開けます、もうなんか最後に言っとくことあります。まあ、でも一番の当たりはブラッキーのスペシャルアートっていうすっごいやつがあるんですけど、やばい。なんかこんな風と思って、そう、公演前さっきね一回ショールームしたんですけど、その後にもしそのこのねオリパの中で一番高価なのはブラッキーのスペシャルアートっていうめっちゃかっこいいカードなんですけど、もしそれが当たると
ちょっとこんなに私がねお金の話するのもあれなんですけど、あのちょっと37万とか37万とか、マリーは25万、ちょっとほんまにこんな、まあ、ちょっと生々しい、ごめんなさい皆さん、こんなこと、いやケースから出したら価値が下がる、うん、いやケースから出したら価値が下がってしまう、うん、これはもうね鑑定されたやつなんです。なんで PSA10 は確定なんですけど、あケースからは出さないです。えやばい、ちょっとアルコール消毒だけしとこう。人のリパを、わかい、ポヨさんを喜ばせたい、ピカシゲさんを喜ばせたい。開けます？無理かも、開けてください、無理。そうよ、そう、あ私が出したんじゃなくて、あでもねちゃんとビニールには入ってます、そのケースの上からビニールには入ってるので1枚ですもんね。えちょっと待って、わからんわからん、あ、まあ、なんかもうケースだけ見える、みんなどっちが表かわからへん。皆さん心の準備は OK ですか？もしかしたらもう本当に歴史的な瞬間になるかもしれへんし、あやべってなる、ちかしげさんに合わす顔をなくす可能性もあります。いきますよ、えどうしよう、どっちがちょ、どっちが思ってかだけ見てください。これ裏ですか？はい、じゃあまずこれ私見てないです、見てないですけど、はい、これが裏です。表を向けたらそのカードが出てきます。お値段以上ニトリになるのかニトリにならないのか、え、いきますよ、ね、ちゃんと見といてくださいこっちを。皆さん、あくまでも私のではないんですけど、いきますよいきますよ、サンダースブイ、どうぞ、えちょっとあの×が出たんですけど、はいちょっと、はい、鑑定お願いします。とでも PSA、 ちゃんと PSA 中や、もうちょっと当たりがちょっとキビ顔なんです、キビ感じであるんですけど、え、ちゃんと全部10のオリパなんですけど、あ、今値段を調べたところ3万何歩でした、3万円くらいでした。どうしましょう3万円もするのすごいってそうで思うでしょ。でもこのオリパ1枚で6万円なんです。そう、あのマネージャーさんの近重さんが勝った、あ負けた、ま、近重さん、近重さん負けました。なんて言いましょう、ちょっと今から近重さんを呼んでくるそうです。でも近重さん声出そう、これちょっとね、あんま男性の声入れれないんで、あなんかめっちゃ申し訳ない気持ちになるな、これ自分が勝ったわけじゃないのに自分が勝ったわけじゃないです、なんか申し訳ない。そうよ、これまだ私人のオリパやからなってるけど、もし自分やったら前ほんまにこの後公演出れんぐらいには病んでたかもしれない。そうよ、ぽよさんは、ね、あんまりねお金を使わないらしいんです。泣いちゃうかな。 C ですよ、近重さん喋っちゃダメですよえ見せます、サンダース V、
これは。値段は。値段は。じゃあもう見せてあげてください。あ、はい、じゃあ値段は。でも、そう、オリパってそう、それも、あ、私のサインかいりますか？価値が上がるかもよっていう。ちょっとガチで、え、でもこういうもんですよ。私だって3000円のオリパ買って500円のカード当たりましたもん、前。ってなると、逆にね、30何万とかの当たる可能性もあったんですよ。え、もうど、これからどうしますか？もうやめますか、ポケカ？ちょっと考えます。でも、いやいや、足重っ。めっちゃ引きずって帰りましたけど、ちかちかさん。はい、そうです、ガチャ、ガチャですもんね、皆さん。そう、まだちかちかさんって、でも1回目ですよね、オリパ買うの。1回目ではないか。てな感じでした、皆さん。シュンってなって帰りました。まあでも何がすごいかって、これ PSA10 ですからね。で、まあちょっと3万円あれですけど、普通に考えてめっちゃ高くないですか、3万って。まあ負けたけど、え、そう、でも今3万なんぼやけど、まだ上がる可能性ありますもんね、これ。もしかしたら、え、あ、言えばよかった。そう、こっからもしかしたら、もうこのカードがもうほんまにね、どこでも手に入らへんっていうぐらいになる可能性もありますから、っていうことを後で言いに行きます。そう、買い値からまあ半分以下で、まあそう、上がりにくいですけど、だって今日のね WBC でも最後まで諦めないっていうことを学びましたので、それをしっかりと責任を持って近重さんにお伝えしたいと思います。え、あ、まあ、開けてみるっていう悪魔のささやきがありましたけど、さすがに私はもうお世話になってるので、そこまで近重さんを傷つけることはできません。入らへんし、しかも、そう、うわ、近重さんに喜ばせたかったな。ブラッキー当たりましたとか言いたかったけど、まあでも近重さんの結果旅はまだまだ続くと思うので、また私も開けさせていただきます。そう、あと何でしたっけ、クレイバーストでしたっけ、クレイバーストもね、しっかりと予約させていただきました。私ね、クレジットカード持ってないんでね、お母さんのクレジットカードを借りてポケセンのやつ申し込みました。以上です、っていうマネージャーさんのポケカ勝手に開封してみた高額編でした。高額編でした。いかがでしたか、皆さん。ドキドキ味わえましたか。味わえてもらえてたなら、近重さんも喜びます。そう、運ですから、ほんまにこれは。それでは、なんかもうなんか2回配信しちゃってすいませんね、皆さん。まあこの後も公演あるので、私はちょっと近重さんどうにか励まして公演行ってきます。
ロケットだ。はい、今回のポケカ開封は負けてしまいましたが、ありがとうございました皆さん。それでは公園に行ってきます。ほなみんな、ありがとうございました。かしげさんに。